ちょっと待ってね、この返信を返したい。今ちょっとスー君にチャット返すから、ちょっと待ってね。オッケー。いや私スー君ってさ、呼び方はさ、なんかちょっとさ、2番煎じすぎてさ、ちょっとさ違う呼び方を考えたいと思ってるわけよな。でもあとなんかもう一つ理由があって、なんかスバル先輩ってさ、なんか私個人的に女の子はさ、ちゃん付けで呼びたいような気もしていて、呼び捨てかちゃん付けかなとか思っててさ、なんかスー君よりスーちゃんなんだけど、なんかスーちゃんってちょっと違うよなと思ってめっちゃ悩んでんですよねどうでもいいことでめっちゃ悩んでるんですよでもスバちゃんもさ、ちょっとなんか慣れ慣れしいかなとか言って、でもこの前さ、スーくんって言ったらナチュラルにさ返事返してくれたけどさ、でもちょっとあれかなとか思ってさ、なんて言うんだらいいんだろうとか言って、仲良くなりたいが、好きな人とは仲良くな、なかなか仲良くなれないやつみたいな好きな子につい意地悪しちゃうタイプのやつ、よくあるやつやん。なんか普通に仲良くなりたいんだけどうまく話せないやつ、コミュ障ないよ。だからそれこそほんとさ、なんか普通のさ当たり障りのない会話はできてもさ、なんかこの人と仲良くなりたいって思った時に上手に話しかけられないのは立派なコミュ障じゃないと思うんだよね。どう思うみんな。で明日ね、スバル先輩とご飯行くので、お昼にちょっと行ってくると思うので、まあ、ちょっとね早めに終わろうかな。でもスバル先輩のねおすすめに行こうと思って、なんか私結構さ家系ラーメンとか好きだから、なんかスバル先輩が好きじゃなかったらどうしようと思うから、まあ、なんかせっかくだからこうスバル先輩の好きななんかラーメン食べようかなと思って、どんなラーメン出てくるかな。